ごきげんよう。ずるいことは許さない東京都議会議員のお姉こと上田玲子です。土曜日の夕方7時半、私にとっても衝撃的な報道が入りました。それはなんと都営大江戸線の、職員に、クラスターといいますか、多くの感染者が出てしまい、運行が12月の27日日曜日から1月の17日まで7割程度にペースダウンをして、こう運行することとなったということでありました。で、ラッシュ時におきましては、お江戸線混みますので、お正月期間ではありますけれども、ラッシュ時におきましては通常通りというふうになっていることであります。で、この交通局の現場の職員の感染については、実は私、ここ1ヶ月静かに見守っておりました。ポツポツと出ておりましたんですけれども、なぜそうしたかと言いますと、実は11月の29日に上田玲子宛てに匿名でメールが届いておりました。匿名応援していますさんからでした。いつも応援させていただいております。先日都営線の乗務事務所で新型コロナ罹患者が発生しプレスされましたが、あの職場は新型コロナに対する意識が低く、テレワークなんてめんどくさいことできるかと、全員フルタイムをモットーにしているそうです。できる職場なのに実施しないという意識の低さ、議員から喝を入れてください、乗務員よりという、内部リークといいますか、プチ広域通報みたいなものが届いておりました。で、この間、交通局を所管します公営企業委員会の事務事業質疑がありましたので、私上田玲子はこのメールを念頭にいながら、職員の指揮とかコロナ対策全体についてですね、確認させていただいて、役人答弁どないやってます、頑張ってますっていうことを、伺っていたわけで、大丈夫かなというふうに思ってたんですね。しかしながらこの大江戸線の大量の感染者が出てしまったこと、今ね、誰が感染してもおかしくない状態ではありますが、ふっとこの、情報提供のメールを思い出した次第であります。で、読んだる感じでは、実は交通局現場があるところは労働組合も非常に強くですね、都庁舎の労働組合、上田玲子は就任苦節7年で、4年ぐらいですけどね、実際にしたのはもう半分にしたんですよ。都庁高いじゃないですか、一番ね、土地が高いところで選挙しているのを面積は半分にしました。そしてやっぱり公営企業も現場がもうね、やっぱりですね、備蓄品も置かなきゃいけないし、いつまでもただで貸してるんだ、面積減らさなくてもいいから賃料ぐらい取りなさいよと、交通局、下水道局、水道局、言ったんですけども、従業員職員のね、健全なる職場環境を、維持するためにも、必要な組織で場所だからただで貸すんだということを言っていたんですが、こういう時もそうですね、労働環境とは何も賃金アップばかりではなくて、仕事をしながらやっぱり不特定多数の人間と会う交通局の職員だからこそ、コロナ対策を徹底していく、その先鞭を切って士気を高めていくのが真の労働組合なのではないのかなって私は思うんですね。で、私はもうね、日教組、全教、連合、観光労、実労といったところがね、本当にね、労働組合や社員のために、労働組合の所属員、労働者、向こうのある労働者のためにね、役に立ってたの？立ってたならば、障害者雇用も上がったでしょ？これまでね、またはらなんかもなかったでしょ？だってもう、組合入ってたってまたはらでクビになりましたからね。だからね、嫌いなんですよ。やってることといえば、球場がーとかオスプレイがーとか、ムロバガンダみたいなことばっかりじゃないですか。そして 99% は、連合とか関係ない、実労と関係ない、観光労も関係ない、中小、零細企業、今ね、まさに江戸川区の中をね、ちょうど上田玲子はね、地域活動で回ってる合間で、応援させていただいておりまして、まさにもう今、中小企業の工場のところをね、すり抜けていってるわけでございます。関係ないんですよ。一部上場企業と、そしてその高級公務員、上級国民である、公務員の、労働組合、とは一線を画しておりますから、でも、おそらく、私のとこに連絡来るのは本当の労働者のために働きたい組合員の方が、実はこそこそと、さまざまいろいろあります。福祉の現場の情報提供もいただきましたしですね、学校現場もですね、いただいておりますよ。で、今回は交通局の乗務員の方から、一番もちろん憎むべきですよ、組合の事務所減らせなんて言ってるね、その憎むべき上田玲子のとこに来るというのは、
それほど過酷な状況になっているのではないのかなと。まあ、上田さんも好きじゃないけど、小池知事よりはマシかな、みたいなわけでもないんでしょうけどね。毒は毒を持って制すではないんですけれども、きっと上田さんなら、庶民の味方だから、やり方はどうあれ。ということで、勇気を持って今回も内部情報を伝えてくださったんだな。これは本当だったんだな、と今回の大江戸線の、状況を見て把握したわけであります。交通局の組合の皆様は、乗務員は不特定多数の、人たちと会うわけですから、ぜひコロナ対策の徹底、組合がまず先鞭をつけてですね、啓発活動と職員の健康を守るべきだったと思いますし、やってるのでしょうけれども、こういうしっかりと情報が上田玲子のもとに届いてしまうということをぜひ把握していただきたいと思います。そして東京都職員だけでもなく、オール東京23区26市都道府県全員の国家公務員から地方公務員の皆様、おかしいぞということ、公益通報しても絶対犯人探しされるからね、よく分かっております。ぜひですね、東京都もね、目安箱あかんんですよ、知事に直接。もうね、言った途端に粛清されるから、怖くて目安箱、もう、よう使いまへんみたいな話をね、平場でも聞いたりします。しかし、上田玲子は、間違ったこと、ずるいことは許さない、不公平、理不尽に人々を泣かせないっていうのが、私の心の当世でございますし、政策の行動、政治の行動規範でありますので、ぜひ、役に立たない目安箱制度、役に立たない公益通報よりも、上田玲子が歩く目安箱、動く公益通報でございますので、全国の公務員の婿なる、そして市民、都民、区民、そして地域事務のために働いている、曲がったことが大嫌いな、そんな勇気があって困っている地方公務員、国家公務員の皆様、上田玲子にまた情報を寄せいただければ、何らかオール東京、オールジャパンで動かせていただきます。ぜひ上田玲子までご一報ください。ご連絡お待ちしております。そして東京都交通局現場の皆様、引き続きましての情報、上田玲子までお寄せいただければ、しっかりと皆様の健康を守り、安全を守り、都民の生活も守るため動かさせていただきます。今日もありがとうございました。またお目文字しましょう。ごきげんよう。それではまた地域活動に戻ります。じゃあね。